テカ。パラスティカの豆だと、沢出です。春ですね。春だね。春服をね、買いたいなと思ったんですけど、私たちいつも結構こういう感じでカジュアルじゃないですか。ワンピースとかをね、なんか欲しいなと。今日はちょっと、紫スポーツにね、行ってお買い物をしようかなと。なので今日はそちらでワンピースとか、デート服を探していきたいと思います。パラスティカ。でね、紫スポーツさんで今日はデート服をお買い物していきたいと思うんですけど、あー、私買い物久しぶりだからめっちゃ楽しみ、ね、すごい一人で行くのすごい久しぶりなんで、うん、お互いのね、はい、ちょっと選んでいきたいと思います。はい、カジュアルなファッションが好きな2人は果たしてどんなワンピースを選ぶのでしょうか。夏だね。いや夏だ、いいな。なんか海行きたいね。あー海だね、うん、あー涼しそう、うん、あーかわいいじゃん。かわいいね。どうこれ、うわあ絶対いいぞこれ。スカートの感じにも見える。あー確かに、うんうん、おやおや、サワデーさんが派手な色の服を手にしました。でもダメだよ、デート服だからこれで着たらテンテンなんて思われちゃう。あ逆に逆にやっぱこの辺のワンピースとかいいんじゃない？あ、いいね。あ、着てそう。え、なんかこれだったらなんか気兼ねなく着れる、うん、こっちとかも。あ、着てそう。着てそう似合うねではなく着てそうというところになんだか女子の闇を感じますね。わーわーい。 T シャツ大好きじゃん、うちら。そうだよ、 T シャツまだ今年買ってないからな。買ってない買ってない。夏だね。なんか夏だね。夏、もう、うん、あ夏じゃん。夏だね。それは。あ可愛いよ。いいんじゃない？なんかこの辺のエリア。なんかうちらっぽいよね。うちらっぽいんで、ちょっとじゃあここでね、うん、決めたいと思います、デート服を。はい。おやおや、次はワンピースに合う小物を探しているみたいです。女子の買い物はあっちに行ったりこっちに行ったり忙しいですね。どう？野球観戦一緒に来ない？似合う似合う、めっちゃ似合うぬくない？うちらこの色めっちゃ似合うけど、これ色違いで被ってたらやばいぞお二人ともコーディネートが決まったので早速試着してみることに。パラスティカ。それではお二人どうぞ。はい、すごい似合う。色がさ、やっぱ沢出さんっぽいわ。涼しくてめちゃくちゃいい。楽そう。そう、すごい楽。この袖がさ、うん、このふわっとなってるのがまたいいね。うん、ほんとだ。あ、私こういうの大好き。そう、楽だよね。楽、走りやすいしな。走りやすいね。デニム生地のような色で夏にぴったりの爽やかさですね。一緒にデートしない？厚底と合わせればスポーティーなワンピースもガーリーに。あたいと野球しない？せっかくなんで、うんうん、ワンピース以外のものもね。あーいいね、うん、見てみようと思います、うん、おやおや、今度は T シャツが気になるようです。これに合うなんか下のショーパンをなんかちょっとデートっぽくすればいいんじゃない？いいねいいね、うんうん、ちょっと見てみるか、うん、こういうの着たくなっちゃうんだけど。あーいいな。わー楽ちんな、気持ちいいこれ素材果たして2人はどんなコーディネートでカジュアルな T シャツをデート服に仕上げるのでしょうか。いいじゃん、派手だなあ。でも可愛い。可愛いよねこれ。いいね、これは豆田さんっぽい。色も夏っぽくて、うんうん、可愛いと。じゃあ私これにしようかないや、なんでだよ、色違いじゃん。あ、可愛い可愛い。あーでもないこうでもない言いながらコーディネートを組み終えたようです。早速見てみましょう。沢出さんどうぞ。じゃん、あらめっちゃいいじゃない。すごいよ、その白い T シャツとそのロゴの柄と下のねこのお花がとても合ってるわ。ここにねワッペン入ってる T シャツ大好きなのよ。あ、わかる。ここにも手抜いてませんよ、ね、かわいいよね。じゃあ豆田さんお願いします。はーい思ったよりすごい派手っていう。豆田さんやっぱ派手でも似合うわ。この場合やっぱ相当夏だわ。夏を先取ってるよあんた、ね、サイズ感もすごく
シャツ良かったんじゃないでしょうか。ね、夏は派手ぐらいがちょうどいいですよね。夏フェスデートなどにいかがでしょうか。この着たね、お洋服も含めて、うん、私たちお洋服選んで、うん、お家で発表したいと思うんですけど、いかがでしょうか。いいねいいね、うん、じゃあちょっと今からコーデ考えていきます。はいはい、パラスティカ。はい、お買い物がね、終わってお家に着きました。はい、じゃあ、買ってきたやつをね、皆さんに発表したいと思いますので、それではどうぞ。こちらどうですか。いいじゃんいいじゃん、かわいい。白いね、 T シャツなんですけど、中の色が結構明るい黄色なので、うん、下のスカートもちょっと明るい感じにしてみました。このね、クラッチバッグはちょっと水着っぽい可愛いデザインなので、一緒に夏デートコーデでございます。なんか夏を先取りしている気持ちで、私はすごくこの色味すごい好きなんですけど、大々柄みたいの結構人気だもんね。夏になると絶対にこの柄見るから、いち早く取り入れるのはありなんじゃないかなと思いますので、皆さん全体的にカラフルなコーデにしてみました。はいはい、やっほー。私は上が黒なので、うん、白でメリハリをつけて、このねハートのね、そう、白黒だから、うん、赤とかつけた方が差し色になっていいかなと思いまして、こちらもついてます。かわいいね。そうそうそう、こうやってさ、ついてるだけで全然印象違うからね。 T シャツ着ちゃうとカジュアルめになっちゃうかなって感じするんですけど、うん、まあ、こういうレースのねものと合わせればカジュアルなお洋服もデート服に仕上がると、うんうん、ワンピースにしてみました。一枚でさらっと着れるワンピースになっていて、それに合わせて三つ編みキャップかぶってみました。カジュアルなね、彼とも全然デートできる感じなんじゃないかなって。ゴールデンウィークどっかレジャー行った時とかもさらっと着て、着替えなきゃいけないってなった時もスッスッてお着替えできるところがすごくいいと思うんですけどね。ザ・あんたデート行くでしょうみたいな感じで仕上げてみました。新鮮。そのマジェスティックのお洋服にレースを合わせるのが合うよね。合う合う、すごい合う。このベレー帽と伊達目、あんたはもう今日デート成功って感じでしょ。私この可愛いなって思ったのが、ここがね切りっぱなしみたいな感じになってるのよ。ちょっとだけ着た時にパツンってなんなくて、こうヒラヒラヒラって感じになるんだよね、うん、動いても、うん、全然平気なんで、ゲームセンターとか行ってアイッとかやったりとか、ホイッとかやったりとかしても全然平気だよって感じですね。パラスティカ、お洋服ね、合計で4着お家で着てみましたけど、どうでした？うん、女の子がスポーツブランド着ちゃうとボーイッシュすぎちゃう感じになるかなって思うんですけど、うんうん、まあ、自分の持ってるいろんなね、うん、アイテムと合わせることによって、うん、まあ、デートもそうだし、お友達とね出かける時とか、まあ、いろんなシーンに着ていけるなってすごい思った。これすごく私たちもおすすめです。まあ、今回ね、私たちが着たのがこのマジェスティックっていうブランドのお洋服なんですけれども、うん、すごい可愛いデザインがねたくさんあって、店頭で着たああいうカジュアルなねワンピースだったりとか、うん、色もね結構カラフルなものがあったりとかもしますので、うん、ぜひ、ね、皆さんもね着てほしいですね。そうそう、マジェスティックのお洋服だったら、うん、いろんなものすごい合わせられるから大活躍間違いなしですね。そういうこと。下の概要欄にマジェスティックの詳しい情報が載ってますので、皆さん、はい、ぜひチェックしてください。私たちの Twitter のアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、パラスティカでした。変なんだよな。変だな。